なんか嫌われるキャラクターだと思うんですよ、ぶっちゃけ言うと。本当はね、本来は、うん、多分嫌がられる、攻撃的だからね。ね、そう、攻撃的だし、やっぱ苦手な人もね、多分いっぱいいると思うんですけど、やっぱりどんどん知れば知るほど、そう。深みのあるキャラクターで、ただヤンキーなだけじゃないっていうのは、そうですね。そう。面貸せやって、ただ生きてるだけじゃなく。そうですね、ちゃんと意図があってね。意図があったなんで面を貸してほしいのかっていうね。理由がありますから。丁寧なヤンキーですね。面が見たいのか。ねすごい、だからね、志を持ったヤンキーということで、とても嬉しかったし、いいです志をね。あとカジ君も言った通り、絵、はい、凄まじかった。劇場版かってぐらい動いてて、本当にね、踊り出したかと思いました僕。踊り出したか。そう山下君が違う違う。なんかテクがなんかステップを踏み出して、からの回し蹴りみたいなシーンがありまして、あのゆっくりのマトリックスみたいなシーンがあって、そうそうなんか雷がこう後を追いかけるみたいなシーンがあって、姿が素晴らしかったわ、はいはい。すごかった。いや、いい。全部かっこよかった。そうですね、絵のアップも良かったし、戦闘シーンも良かったし、動く動く、あんなに動く。二人で最後。ラスト、まあ、殴られるシーンで爆発するシーンの手前で、こう、カメラワークもすごくて、あのカメラワークを週に1回のアニメ放送をやるっていう、本当だよね。劇場版もやってたんだよ、一緒に。そう。ね、同時進行で、しかもね、この3期の終盤じゃないですか、要は。それでここまでっていう。ね、本来はもう体力もないはずなのに。そう。そうなんです。絵のスタッフさんが。こんなんなりながら、ね。いや、でも伝わるんですよ。いや、もういいし。ね、多分今来てくださって皆さんもね、この聞いてくださって皆さんもうなずいてくれてると思いますけども、そんな戦いの中でもデクはシーツって書いてある T シャツを着てるって。そうなんですよ。だって突然呼び出されてるから。そうだよね。そうですよ。寝ようかなぐらいのね。寝ようかなってこれから。シーツって聞いてあるやつ着て寝ようかな。そうですよ。寝巻きも同然ですよ。利益ですよ。シーツ着てるんだもんね。うん。で、突然、来いや。着替えて来いや。それ、ホロカよりボス聞いてない？着替えて来いや。まあ確かに。一瞬見るとシーツってところで、ふんってなっちゃうけど。あんちゃんを見てても。なんだそのシーツって。で、急にね、いじりたくなっちゃう。そう、途中でかっちゃんが爆破してくれればよかったかもしれないですね、シーツを。シーツをこうやった瞬間、こうやってビリーって、シーツ。だったら、こうやってって気になる。こうやってがどうやってかなっていうところ。掴んでね、掴みかかった瞬間に。ビリッと。いやでもそんなシーツも気にならないぐらいの、そのぐらいのね、熱いバトルでございましたが。